No, no, no. 3倍というバルニカー選手も決戦場まで出てくる界隈。ワイワイ沢口から3階から上げる日本祭りの段階。先ほどからもう歌って3階、ディムチューティーカーメントクターザー。前回より今回は期待大年、伝えに越したい予想外。先ほど言ってしまうのと今回、なんで言えたら最初問題。俺の状態は準備放題。私一歩先を行く存在。ない問題、観光存在、関係交代させない相談。マジな相談、ご招待したから手させない交換。いっぱい交換、最後バビロンティー交際。体育口まだ吹き飛ばしマイク握って歌うと貧乏だ。ここフッサに初登場となりましたキン K です。よろしくお願いします。ピコパールダンサーインサイドやシーン、そしてレゲエ好き、年末騒ぎしたい人たちばかり、間違いないこのパーティーやってきたぜ。これ高速道路でドクターものアロンサイキン K 飛ばしていきましょうか。ヒムラレッツレディバッチリ天気が良かったんですか、ガッチリチェックします来たでしょうか。ギブだワンワン、よっしゃ、ここから行きました。はいはいはい、全然スポン頭からお願いしていいですか。頭からお願いします。頭からお願いします。頭からお願いしますね。 OK、 じゃあ仕切り直していきましょうか。 OK、 これは伝説の晴れ男という曲なんですが、俺なんと6月30日にフルアルバムを出させてもらうことになりました。はい、ありがとうございます。その中に入っているんですが、なんと6月30日から俺が出るダンス1回しか雨が降っておりません。マジで今日も例年通り、あ、例年ない、毎回と同じように晴れたみたいなんで行かせてもらいたいと思います。伝説の晴れ男リリムツ。全て回復の方向、予報、情報、小鳥の行動、関係なく、
年末なんですけれども、職務質問をされた人いますか？したことあります？されたことありますか？意外となかったりしますが、俺は九州から東京に来て一番驚いたのは、まあこういうことなんです。聞いてください。そうさ、俺世の中は驚きの連続、振りかざす法という権力、気安く声かけてくる面倒くさいけど、なぜだかできない遠慮、この近くで事件があっていいから一応調べさせて、ほんとごめんね迷惑かけてと言いながら俺に容疑をかけてる。ベテランと心配のツーマンセル、心配いけいけを買って出る、ベテランがそれと俺並べる、なぜだかいきなり靴脱がせる、おまけに帽子まで取り上げ、ベタベタ触られるボディチェック、最後はちょっと失礼と言いながら俺の股間に手、わあ、ビクジがボカーキならごちゃ